めちゃめちゃ腰が痛いです。昨日からよくわからない腰痛が出て全然寝れなかった。寝れなかった。ただいま朝6時です。午前中の練習試合が中止になったので、午後からなんと名門チームのリバプールと練習試合です。なのでまた次の午後の動画でお会いしましょう。腰が痛い。レッツゴー。はい、ということで今日はなんと、まあ、多分朝の紹介で言ったと思うんですけど、名門チームプレミアリーグ1位経験ありのクロップ監督率いるリバプールです。もしかしたらね、モハメド・サラーとかマネとかフィルミーニョとか出てくるんじゃないかなと思いますってのはそうです。では、リバプール FC のアカデミーと、まあ、日本で多分開いてるアカデミーと今日は、練習試合をさせていただくことになったのでやっていこうかなと思います。まあね、ここ最近本当に水曜日から土曜日まで何もサッカーできない状態なので、まあそれがどう出るかだと思うんですけど、まあね、今日ちょっと雨降っていて結構大変だと思うんですが、まあね、芝生なので頑張っていこうかなと思います。それではレッツゴー！チェということで、前回の宿題のワンポイントアドバイスです。まあね、できた人は大丈夫ですが、できなかった人に向けて、どうやったら、できるようになるかっていうのをちょっとコツとして教えていこうかなと思います。いきます。まず最初1回目は
てること、光に対して当てる、当てる、これができてきたらしっかりと数を飲んでくれます。インサイドに関しては、足の角度、垂直に持っていく。アウトに関しては足に対してここまで。ここまでだったりとか、ここまでやるとボールが落ちて、インサイドの場合も前だと行っちゃうから、できるだけ曲げて、吐き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 、ちょっと分かりにくいですが、もしスクールとかでもたまに教えたりとかすると思うので、ぜひお願いします。詳しくはスクールとか、空いてる時間とかに言ってもらえればもっと詳しく説明できると思うので、お願いします。それではバイ。